ノボに行くぜレッツクまでやってくるんじゃないの知る知る。あと2時間くらいです。今年もやってきました、この時期が。はい。僕たち、今から、スノボに行きまーす。イェーイ。スノボ、スノボ。いや、1年ぶりのスノボってことだよね。あ、てか、2023年、明けまして、おめでとうございます。ありがとうございます。ちょっと初実写なんでね、今年。やっぱね、今年のね、一番の僕のモットーと言いますか、うん、あれはもう元気、短気、天気。いや終わってない。全部元気だけやのに。パンケーキ。ちょっとね、こちらの新機材も導入したんで、うん、まあ、これでも撮りつつね、うん、ちょっと今日は動画を撮っていこうと思います。まあさすがに。はい。前回みたいに途切れることはないだろう、途切れるというか。そうなんですよ。撮れなくなることは。そう、前回ね、あんまりね、スノボ Vlog なのに、スノボの映像がないんじゃないって、奥さんから来たんですけど、いろんな。奥さんから来たの。どうしたどうした、囲まれてる、なんかさっきからずっと映り込んでくんの。ずっといるよ。ずっと映り込む、包囲されてるかも。なんか。なんかやった、もしかして。お前なんかやったのかな、大丈夫か。で、スノボシーンがあんま少なかったと思うんですけど、はい、それはちょっとずっと iPhone 撮ってたんですよ、うん、動画を。で iPhone って寒いとこだとマジでもう動画が一切撮れない。そうやね、バッテリーが終わっちゃって、ね、うん、なので今回はね、ちょっとこちらの GoPro でガチガチにスノボの映像を撮っていこうと思います、うん、はい、早速スキー場の方に向かっております、うん、じゃあ今年も頑張るか、怪我なく安全に滑ろう。はい。なになに、さっきから朝礼みたいだな。なんかテンション低くない？今日これぐらいする自分は。なに、どうしたの、嫌なことあったの？お前がテンション高すぎんの。草津温泉の広告入った。こけたら終わりやからね、今日。まだや。帰ろうか。ね、今日ちょっとなんかね、一番大きなリフトが風で、うん、強風でダメらしいんで、まあでも結構上まで上がれるね、うん、多分。ということで乗りました。いやー、すごいよ、綺麗。初めて来ました、このスキー場。いいですね。結構もうあそこはずーっと坂ついてるから、それやっと確かに広くてね。ただ初心者の人来やすそうじゃない、ここ。初めての人、確かになんか緩やかだね、うん、でもなんかちょっとあんまり褒めてばっかりいると案件臭くなるんで、ちょっと良くないとこ発表しよう、うん、1個あった。何？音楽流れてない。本当に良くないとこ一応どうするの。いやでもこれは俺ら的にはマジで嬉しくない。あ、確かに著作権ね。著作権がないから、まあ、俺ら的にはね。そうね、俺ら的にはプラス。俺の良くないところは雪が冷たいとこかな。キモ。ね、レンさんは今日マスクだけということで植え付けるの、これ別に忘れてきたわけじゃないんですよ、彼は。まあ、もう、うん、分かったんで。何が？長年やってきて、はい、もういらん。ネクオーマー。いや、彼はおかしいです、頭が。ネクオーマーと、はい、かぶりもいらん。いや、寒いんで確実に。だって俺こんなフル装備なのに。全然寒くないよ。いや、強がってるわ。いや、マジで。じゃ手袋もいいっすか。手袋は欲しい。いや、ちょっと経験よ、これだから。あ、手袋は欲しい。これとこれと手袋。なるほどな。だけあったら大丈夫。とんでもない名前のコースが。とんでもない名前のコースがありましたよ、姉さん。絶対やばいやん。ギンギンコース。このコースは絶対やばいって分かる。ギンギンなんだ。いや、楽しいな。自分の声取りながら滑ることなかなかないから。でも旗から見たら結構やべえやつだから。こうやってなかなかね。さあ、レンさんも来てます。さあ、レンさんも来てます。
すごい面白いコース。山の中コースだ。山中コースだ。だからいろいろつけた方がいいって言ったのに。おもろいねこのコース。おもろい。ねえ。いいね。空いてるしいいね。やばい。鼻水がいる。衝撃のサイズマジで。だから言ったじゃないですか。舐めてちゃいけないって雪山を。お前雪山舐めとったやろ。忘れとるから1年経った人っていうのは。寒いんよ雪山は。俺がこのゲレンデで一番の走りを見せてやる。流しとけ。俺についてこい。俺についてくるだけでいいのよ。帰るわ。さあ1日目のスノボ終えました。もうね外がもう雪すぎます。マジですごい。明日晴れたらこれ最高だよ、ね、今雪積もって、うん、だからちょっととりあえずね旅館の方へと向かいたいと思います。はい。 GoPro の充電切れました。スマホ？これ壊れたのか？いやないよ。スマホないんよ。さっき壊れたから壊れやろ、どうせ。あれ？え？これもうまさか。伝説の。伝説のものがだけが持てるという。いや、アイフォンじゃないこれ。さすがに持てないよ。さすがに持てない。はい、一回やってみ。さすがにいけ。いや無理よ。これは無理よ。よ。うん。これは硬いよ。あっ、どうだ、あ、どうぐあっ、電気をつけた。あ、すごい、ほんとだ。お前、ちょっとだけ適応してるな。ちょっと適応してるね。すっげえ。俺も触れていいか。うん。じゃあ行こうか。こんなんやってる場合ちゃおう。こっからプライベートね。こっからプライベートだから。ということでね、朝です。急に取り始めるやん。皆さんおはようございます。寝すぎたそれまだバレてないから。え、バレてない。まだ朝6時みたいな。あ、6時くらいか。OKOK。 6テンションね。もうなんと10時です。俺ら寝すぎました。動じやすぎたね。でもね、雪がめっちゃいい感じに降りまして、あと晴れてるんですよ。うん。なのでちょっと今日はマジでスノボ日和ということで、ちょっと行きますか、レンさん。そうですね。いや寝すぎたね。さあ来たぞ。おお。結構早い。すごいね。ゴンドラに乗っております。ゴンドラ乗ってます。ちょっとね、昨日強風でね、これ運転しなかったんですけど、うん、今日はしてます。上まで行くぜ、これで。すげー。スノボしながらゲーム実況してみたって撮りたいね。スノボゲーム実況講座行くぞ。イエーイ。山中コース行きます。はい。誰もいない。本当だ。出ていきます、最初。 OK。 こっち行けるかい。いや、いける。いける。頑張れ頑張れ。すいません。あ、すいません。追い取りうまっ。追い取りのプロ。もしかしてあなた。
盛大にこけた。危ねえ、記録遠かと思った。盛大にこけた。おい、こけたんで帰ります。